ティーチャークーボー、ティーチャークーボー。はい、今ね、僕ね動画撮ってたんですよ。そしたらコンコンって来て、これ GTR? 3334? あ、34ですみたいな。あ、34、おーみたいな。まあ、GTR は読めたんですよね。で、車売るときはうちの会社で頼むよみたいな名刺もらいました。名刺、久保さん名刺を、名刺ね。なんか重機扱ってんのかな、これ。重機扱ってるんですけど、なんか車買い取るよみたいな営業されましたね。営業、もう34高いねみたいな、びっくりしましたね。はい、ということで、あの外国、これね、代表取締役もあの日本人じゃないんですよ。何人なんだろうな。インド風でしたね、どちらかというと。まあ、何が言いたいかっていうと、営業頑張ってますね。だって見知らぬね、コンコンできないでしょ、同じ日本人でも。それね、そのやっぱすごいですね。お金稼ぐっていうのはね、営業していかないとダメなんです。まあ今回なんかあれですよね、久保さん、まあ、会社員の給料の上げ方、はい、まあ今ネットはあるんですけど、ネットができないんだったらこういう地味なことやっていかないといけないですからね。結局ネットもリアルも地味ですね、久保さん。ネットもリアルもリアルもね、地味に飯食わってね、自分を知ってもらうっていう、一緒です、ネットもリアルも。いってらっしゃい。